どうぞ開始。さあ11連勝でベスト8。キリン力、キリン力おお、キリン力入ってますね。いやいや知らない知らない。いや、あのかかね、ロストゾーンにね、送るカードでグラジオを最初に使って再度確認しに行きましたね。はい、ちょっと手札見ます。はい、キリン力ロスト送り、相手のトラッシュにある好きなカード2枚、ロストゾーンに置くという効果があるので、うん、ウルトラネクロズマとかの超エネルギーとかを置いたりするんですけど、ね、ペローチ&マシムの出来だとロストから飛ばされて辛いカードなさそうですよね。あんまりそういう意味では最初のこの筋力は今回はあんまりいまいちかなというポケモンかもしれませんね。おそらくウルトラネックローズマ対策な気はしますが、おメルメタル、お来ました、ルカリオ&メルメタル GX、 ここで来ましたね。キリン力が入ったルカリオメルメタル GX デッキ、これは面白い。フライパンもつけてきました。エネルギーは張りませんでしたね。そうですね、うん、フライパンは、受けるダメージマイナス30になる鋼ポケモンにつけられるポケモン道具です。さあダート自転車ジョニーさんの場合になってます。はい、ルカリオメルメタル GX はどういうポケモンですかね。これは、まあ、耐久が高いポケモンですよね、はい、技の GX 技も1回打つことで、はい、自分の鋼ポケモンが受ける技のダメージが、まあ、常時マイナス30されるということで鉄壁ですよね。鋼タイプらしい、はい、耐久の高いカードだなと思います。フルメタルウォールのパッケージポケモンですから、うん、これフルメタルウォール対決ですね。そういえばフェロチャンドマシブンベース、はい、ルカリアンドフェルメタル、はい、2月1日発売、好評発売中です。はい、購入最速ですか。突然の反則、はい、いやでもここもうここまで勝ち上がってるカード で、ね、強いカードなんで、ぜひ使っていただければ、はい、ですね。さすがライバルさん。ネットボールで草エネルギーを加えていきます。このフェローチェマシブンは、ブルーの探索を使っていきました。トレーナス2枚を持っていきます。相性がいいですよね、フェローチェマシブンのデッキとブルーの探索は、はい、好きなタイミングでビーストリング持ってこれたりとか、はい、特性持ちのポケモンが入ってないイメージなので、はい、相性バッチリですね、はい、ここで何を持ってくるかもね、1個ポイントですけれども、ブルーの探索プラス何かと思って連続で使う場合もあれば、こうネットボールとか持ってきて展開していくパターンもありますし、ちなみに今回の、はい、フェローチマシブーンとルカリオメルメタルって相性ってどう思います？いやでもなんか僕はあんま見たこともないし、はい、そもそもルカリオ&メルメタル の、はい、対戦知識は全然ないんですけど、はい、ジェットパンチが GX 技、あルカメタ側が GX 技使ってるとジェットパンチが通らなくなるんで、はい、なんか時間かかりそうだなって思いますけど、ね、ヘッドパンチを連打していくっていうプランが取りにくそうな感じがしますよね。はい、ブルーは使ってます。結構ルカリオメタルは HP260 ありまして、フライパンもついてますから、なかなかの硬さですよね。3エネつけてエレガントソウルでも、まあ、余裕を持って耐えれるのは偉い、はい、ジェットパンチで30点で3、あと乗らないですね。ですね。マイナス30ですよね。はい、ここはジェットパンチでキリン力だけ30乗って、ベンチはフライパンでカチカチに跳ね返します。はい、おアセロラでキリン力回収していきました。ダブル無色エネルギー、おダブル無色エネルギーです。ここからはルカリオメルメタルがね、徐々に動いていくかなという感じですかね。ここで GX 技使っていきましたね。はい、フルメタルを GX を使って、これからは、自分の周りポケモン全員が受けるダメージマイナス30と、はい、さらにエネルギーをトラッシュしました。ここから長くなりそうですね、はい、ダメージが乗らないターンが絶対続くから、はい、まあ、今回はもうね、決勝トーナメントなので両者敗北というふうにはなりませんので、フライパンプラスフルメタルウォールでもうマイナス60なんで、ビーストエネルギーとかついてても0点と、そうですね、ビーストエネルギー込みでも0、ハチマキ込みでようやく30って感じですかね。なんか重いですね。どうやってマシブン側にエネルギーをつけて、あのダメージを与えれるようにしていくか。はい、ウカメタ側も完全に耐久に寄せてる感じなのかな。そうですね、フェローチェマシブンも通常であればアセロラプラスジェットパンチを削って耐久するプランもありそうですけど、この場合はダメージが乗らなくなるとしんどそうですね。
さあ、冒険のカバンでこだわり鉢巻き2枚を持ってきました。おそらくエクストラレギュレーションの方の完成じゃないですかね、さっきの完成は。もしくは他の試合の、はい、アイフォレストと、はい、どっちかの声かなと思います、はい、イーストエネルギー、質問いただきましたので、はい、これでハチマキを手札に加えてたんで、やろうと思えば3点ずつ乗っけていくことが で、ね、できるようになります。プリズムスターでプリズムスターを持ってきてハチマキとイーストエネルギーで90マイナス60そのマイナス60で、はい、それでも30点だけ、ね、HP260 なので9回攻撃すればって感じですけど辛すぎる、まあ、アセロラとか入ってますよね、もちろんね、はい、見えましたし1枚、はい、とはいえマイナス60ですね、はい、遠い30打っていくしかないと、はい、全然30おおザオザオボ入ってます、ね、これ完全にこれこのために入れたようなカードって感じですね。ザオボ使ってる人僕初めて見ました、はい、僕も念のため確認しますね。ザオボラート神社、はい、相手のバラポケモンについてるポケモンの道具、特殊エネルギーと場に出ているスタジアムの中から1枚ロストゾーンに置くということ で、まあ、特殊エネルギーをロストゾーンに置く効果を使ったと、はい、いや強いですね。そうですね、スタジアムも割れるし結構強いですね。ヘローちゃんとバシブン側がそのビーストリングに頼らないとエネルギー加速が一気にできないのが辛いですよね、はい、割られて割られてで結構なかなかですね。あ、攻撃もしてませんね、ルカリオ&ネルメタル側は。う、ね、どういう、うん、攻撃の拳をつけなかった、使わなかった意図が、アセロラと、はい、どうなんでしょうかね、うん、これビーストエネルギーが失ってたら、はい、あの3エネつけない限りルカリオ&ネルメタルにダメージ与えれないから、はい、どうやって3エネを供給するか、エネルギーを1枚、まあ、毎ターン1枚ずつ頑張って貼っていくしかなさそうですけど、はい、でそのままターン開始します。これはなかなかのダメージ通りません。カシャシャすごい徹底的にエネルギーを、これはジョニー選手思わず苦笑い、あ、これは大手が出ました。つけては剥がされる、つけては剥がされる、そして第5の決断、このまま攻撃せずにカードを持ってくるという動きですね、はい、3枚好きなカードを持ってきて、おそらくまた次ダメージを受けないような準備をしていくのかなと。やばいですね、これ。これすごいですね。キリン力といい、ザオボーといい、こう明確にこう相手に対して動きを変えてくる感じしますね。全然攻撃する気配が見受けられませんもんね。すごいですね。はい。下手したら攻撃しないまであるんですかね。どうなんでしょう。どのタイミングでなんかその攻撃に転じようと思ってるのか、そもそも攻撃する気がないのか、そうです、どっちか分からないですね。エネルギーもどのくらい入っているかが分かりませんが、もしかしたらあんまり入っていないのかもしれない。お、とりあえず1枚つけますけど、はい、ダメージが与えれない。これは手札がちらっと見えた感じ、はい、お、これでこのターンは20点乗せれるかな、はい、硬い、硬いな、これこれは硬い、フルメリとかも見えますね。またエネルギーが破壊される未来が。いやー、ここで50、さあ残り210というのは、フルメリ、これ手札2枚取らして相手のエネルギーをトラッシュと、はい、あ、すごいですね、これ徹底して攻撃しない、これは詰ませるデッキ。てか僕が思っていたルカリオメルメタルとは動きが違うと言いますか、ちょっと今なんか
今ちらっとゲノセクトのようなポケモンが見えた気もしましたね。どういうデッキなんでしょうか。このままエネルギーが割られ続けるとペローちゃんとマッシュ分型はおそらくトラッシュからエネルギー回収するカード入ってないんで、なんかもううまくエネルギー管理していかないと厳しそうですけどね。これどうなんだろう、なんかビーストエネルギーがだいぶ落ちたタイミングとかで攻撃し始めるんですかね。どうですかね、そういう形になるんですかね。でもネットも使っただけですよね、はい、まずはじっくり行って後から攻撃をしていくと、はい、もしくは本当にデッキ切れを狙っていくかどっちかですかね。どっちなんでしょうね。エネルギーはね、ちょっとダブル武色エネルギー以外にも入ってるように見えましたので、よく勝ち上がってこれたなと思いますけどね。なんかこの対戦とかはそうですけど、例えば雷とかだったらもう100フルドライブだと150点出るわけじゃないですか、はい、でメルカリ側からは一撃で倒せないんで、なんかガンガン150乗せられてるだけできつそうですけど、はい、よく勝てたなって感じのね。そこも来てたらいいですね。もうピカチュウゼクロムいないですか。まあもういないんで安心ですね、はい、話は来てますけど勝った場合はね、はい、勝って負けても話は聞きたいところですよね。はい、さあペローチェマッシュ分がククイでまた乗って70と、この2点がほぼ意味ないのがそうです、ね、苦しすぎる。そうですね、スカルダン、あスカルダンで0、はい、了解です。はい、エネルギーがしかもないから下手にもうブルーとかも使いにくいですよね。なんかマッシュ分僕も使ってた時あるんですけど、はい、なんか祭りとかとか入ってたらこのターン3エネつけてパンチできることがあるんですよ、はい、けど入ってないかな。祭りからフェアリーエネルギー持ってきて、はいはい、草草そういう初動で動くタイプのパンチするみたいな、はい、そういう方であれば可能性はありますが、ああエネルギーリサイクル入ってたんで、そうですね、トラッシュからエネルギー回収する手段ありましたね。もう一回じゃあ、うん、もう少し高いそうですかね。まあ何も起こらないですね、はい、じゃあ今度は展開します。それでエネルギーを壊すカードが消えるかどうか。あ、2匹目立てました。あ、アセロが回収。なるほど。フライパン貼ってで、フライパンと、お、これでもこのターン3でエネルギーがつけられれば、うん、はい、まあ、とりあえずダメージは乗せれる感じになりますね、うん、まあ、ただルカリオメルメタル側もまあ3エネついたところで一撃で倒されないだろうという絶対的自信が、はい、あったと思うん で、 そうですよね、はい、あ、ここブルー切りましたね。ヘッドボール持ってきて草エネルギーを加えるんでしょうかね。さあブルーでトリナゾ2枚持ってこれます。結構でもブルー使ってますかね。結構、はい、時間がもう14分ぐらい、13、4分、サイドが1枚も動かないまま13、4分経っちゃいましたけど、いや、相手の勝敗条件をお互い満たさない場合はサドンデスが続いていく感じですね。時間を過ぎた場合もサドンデスは先にサイド1枚先行した方が勝ちとかですか。どういう勝敗条件、サイドがお互いどちらか2枚以下だったらそっちの勝ちなんですけども、はい、まあ、サイドが2枚以下になってない場合、3枚以上の場合はどちらかが2枚以下になるか、もしくは勝敗条件を満たしたら勝ちと、はいはい、いう感じなので、66のままずっと動いていくと、あ、先に4枚取った方が勝ちっていうことになるってことですね、はい、かも山札が消えるかって感じですね。ここでダメージがやっと160点乗りましたね。ここの返しが満タンのくせいですね。まあそうでしょうね、ちょっと前から結構ね、グラジオこれ2回目ですね、多分最初のターンに確か使ってたはずなんで、あ、でも絶対何が何でもこれで結構多分ピン差しの1枚差しのカードが多いんでしょうかね。お願いします。はい、じゃあ、はい、ターン終了します。なんかそうですね、ブザミエでぐるぐるしそうな気もちょっとしてきますよね。で次が、はい、エレガントソウルが60ダメージしか出ないターンなので、はい、これはこれをまたそうですね、一応
一応8巻あるんで、そう30点はなりますけど、はい、30点乗せたところでみたいな話になるんで、まあ、ターン開始します。ドローします。強いな。はい、そうですね、はい、はい、あ、このターンは攻撃しませんでしたね、はい、これ相手が特殊エネルギー型だったらザオボをずっと使い続けるんですかね。ウェザーミネとか使ってあれだけ手札あるのにカード引いてバン渡しましたね。エレガントソウル、まあ、1回60のダメージは外してお互い待ってからもう1回次のターン技打たなかったので、ね、はい、ここは多分満タンでまた返しますよね。もちろん、はい、とはいえ満タンも有限アオートルザミネ、あ、これでまた回復ソースを回収して、はいはいはい、これでバン終わります。本当に攻撃しないですね。そうですね、そうですね。で前のターン、あーですね、技エレガントソウル使ってるんで、まあ、このターンは、まあ、あえて攻撃せずに、はい、あー、フーパー出てきましたね。フーパーも入ってますね。フーパーもフェロマッシだけのデッキだときつそう、ね、そうですね。それこそお願いします。ウルトラフォーレスの神使いとかが切れたらもう終わりかもしれませんね、短期になった場合。フーパーがいや、どうなんでしょうこの試合。まあ、白がお手札に加えてたんで、あのジョニー選手側が、まあ、デッキ切りで負けることはしばらくはなさそうなイメージですけど。さあ、ちょっと考えます。はい。さあ、少し硬直していくんですかね。一向に川崎選手は攻撃する気配ないですね。乗らないですね。ベンチに行っても。そうですね、ありがとうございます。ダブル無色エネルギーもまあつけずにキープしていると。さっきのターンエレガント、これ今エレガントソウルって何点ですか。さっきのターン、ターン返して終わってますので、あ、少しちょっとジャッジ話しますね。はい、エレガントソウル160。わかりました。じゃあそのままエレガントソウル160。これ、そうですね、2回エレガントソウルその160点出せたら倒せるんですけど、その2回のラインをなかなか超えれないっていう、はい、160の後セロラ、あー、おー、セロラ回収。フライパン貼ります。おお、これでまた次のターンダメージを受けなくなるっていう。そうすると、またこのセロラがルーザーミーニで回収されてってなってくる可能性。終わります。引きに行きますね。あれ、これもしやそんな可能性あります。その可能性ありますね。これアンノーハンドありますね。お、とりあえずスタジアムが張り替えられましたね、はい、これありますよ。これでもプレイヤーセレモニー入ってるってことはそれ以外の目的思いつかないですもんね。無人発電所、ただ刺さらなさそうですね。そうですね、とりあえず限りはプレイヤーセレモニーを外す。これあのアンノーハンドデッキなんじゃないですか。アンノーは手札が35枚以上だと勝ちになるカードです。35枚以上だと勝ちになるアンノーハンドですね。ダメージ軽減と、そうですね、少なくなってる状態です、はい、アンノーデッキはですね、決勝トーナメントの1回戦目で負けたデッキも予選全勝でしたけれど、これルカリオメルメタルの皮をかぶった、おお、ここはエネルギーをトラッシュしにいました。デッキ切れを狙うこともできる、反応も狙えるっていうタイプのデッキかも。パッと見なんかお互いの山結構もう、はい、薄くなってそうな雰囲気が。そうですね、ちょっとそうですね、ジョニー選手にも結構無理そうですよね。ここでトラッシュに送られまくったエネルギーを山札に戻して、はい、大丈夫です。サイクルで戻しました。はい、山さんありますか。ちょっと考えていいですか。どうぞ。さあ、お互いトラッシュを確認している。結構でも川崎選手側もね、サポート結構使いましたし、満タンの薬も結構切りましたので、トッチ演習で、はい、ください。カットしてない状態なので、はい、カットします。カットしてからどうぞ。山札が切れたりする前にうまく相手の回復が切れたタイミングで倒せるチャンスはあるのかもしれませんけれど、
サイドを1枚も動かずに20分経過しましたねこの展開はでもそうですね、もし安納もしくはデッキ切れを狙うタイプであれば、そもそも川崎隆文選手に関しては、はい、技フルメタルオールの1回しか使ってないですから ねそれで終わりなのかもしれませんね。倒すプランもあるかもしれないけど今回は取らないっていう話かもしれません。取らし見せていただいて、取らそうよ、失礼します。さあ、グズマで最初フーパーで、はい、おここはフーパーを、いやでもグズマ使っててるんで、あーグズマ前に引っ張り出してバン返しましたね。グズマでフーパーを前に引っ張り出してバンを返す。なるほど。本当はグズマとウルトラフォレストを一緒に使いやるんですよね。セロラを対象に。ああこれでまた回復ソースを手札に回収していく。あサポートとスタジアムですね。了解です。はい。スタジアム貼ります。さあプレイヤーセレモニーが出てきました。さあ2枚引きます。さあ手札は結構すごいことになってますね。ポケギア打ちます。はい、このあのチャンピオンズリーグ2018でね手に入ったカードですけれども、これがなんと、はい、今日2回も見ることになりました。はい、はい、了解です。ここはまあこのカードを使えばフーパーを倒すことはできる、はい、今あと何分ですか。3分10秒けど、まあ、これはですよね、別に倒しても時間切れても勝ちにはならない。まあ、そうですよね、はい、多分最後にフーパーで済んじゃうのを避けるために先に倒しに行ったのかもしれませんけれど、まずはここまでレスキュータンカーをされる未来がちょっと見えますね。確かに予選でこの対戦してたら勝てないですよね両者負けになっちゃうからそうですよね。どうやって時間をうまく使ってるのか気になるところでは。どうなんでしょうかね。マチスを使って後半一気に手札を引きまくって勝つタイプのデッキなのかもしれません。本来はサイドが6-6だとマチスが使えないっていう可能性はありますけど、さっきの安納の試合がそんな感じでした。そのまま3つついて、まあ、フープはもう倒す意味がないっていう判断。なるほど。ですし、ね、これルザミーネがこのループできるのが強いですよね。そうですね、これでずっと回収できるんで、アセララを2回に1回使えると思うと、ずっとルカリオメルメタルは持っていきますもんね。はい、あグズマを使ってきました。でまた再びルカリアンドメルメタルが前に出てきて、グランドソウル160、はい、なるほど160を置くと、はい、ルカリアンドメルメタル GX 出して、さあもう一匹出してアセロラですね。はい、多分10回ぐらい回復してますね。そうですね、で次でまたルザミーネを使うんでしょうね。60しか飛んでこない番に、さあこれは勝て筋残ってるんでしょうか。ジョニー選手少なくとももう時間なくなるので4枚取る必要があるんですよね。そのままバン返しましたね。はい、フルメリ、はい、とてもフーパーを4枚倒すようなウルトラフォレストはないと思うので、でもルカリオンメルメタルを倒す方法もちょっと思いつかないですね。トラ仕掛けにいいですか。どうぞ。さあ完全に膠着状態となっておりますが、これで時間がついに切れました
はい、25分経過で、ま, のでまずは一旦後攻のターンのプレイヤーが終わるまで進めてください。はい、まずは通常ルールにのっとって後攻の番の終わりまで続けます。終了コール時点で決着がついておらず、終了コール時点でプレイしているプレイヤーが高校であれば高校の人のプレイで一旦終わると、はい、そしてその時点で対戦の決着がついていない場合、かつお互いのサイド残り枚数が3枚以上の場合は延長戦となります。勝利条件を満たす、もしくはサイドの枚数が2枚以下のところの勝ちです。引き分けならサイド1枚でサドンですと。あんまり引き分けっていうビジョンは浮かばないので、もう本当にサイド4枚ジョニー選手が取るか、川崎選手が、はい、まあ、あとは山札ギリで勝つか、山札勝つか、もしくはもしアンノーンが入っているのであればアンノーンで勝つかどれかですかね、はい。さっきエルナソウ打ちましたよ。この、そうですね、まあ、さっきの、いや、打ってない、時間をずっと使いそうな感じですね。ダメージが高いと、高いと、はい、エルナソウ、はい、とりあえずまた160点を乗せることには成功、はいはい、するけど、はい、するけれど、ここでもちろん持ってき出してからのセローラーですね、はい、いや、きつい。あ、そうです、ごめんなさい、今ここ終わったのでこのターンから延長戦になります、はい。であの2枚以下に先になった方が勝ちになりますので、はい、はい、延長説明ですね、連絡が遅かったです、はい、今アセロラ打ちもはや延長という概念があんまり関係ない気もしますけれども、はい、まあ、2枚以下にはならなさそうですね、そうですね、はい、鋼鉄のフライパンで、顔が渋い。どんだけ頑張ってダメージ乗せても一生回復されてますからね、はい、答えがあるのかどうかの迷宮に勝ち筋を分からないけど、とりあえず160点ずつ乗せていかないと勝てないんで、はい、とりあえずルザミーニーループがある限り山札切れはないんですよね、川崎選手は。だから山札切れで勝つプランはジョニー選手側は取れないと、じゃあ、倒すしかないと、はい、ドローします。クラッシュハンマーで、これさらにダメ押しのクラッシュハンマー表です強いですね、クラッシュハンマー今日この対戦2回使ってて2回とも表出てるんで、はい、最強カードになってますね、強いですね、表出たら最強のカードですね、改造ハンマーの上位互換なんで、どうぞ。もう本番のね、はい、ベスト8でしっかり表を2連続出す勝負強さもありますと。はい、ここはダート自転車使っていきましたが、エネルギーを探しに行く感じですかね。あ、まあ、もういらないと考えてフェローちゃんとマッシュ分トラッシュに行きましたよ、はい、お互いの山がまあもう残り10枚は絶対に切ってそうですけど、はい、硬いですね。はい、さあスタジアムを張り替えていきます。こちらも硬い。まあでも、まあ、関係ないですね。そうですね、はい、攻撃する気はなさそうなんで。ゼロですもんね今のところ。GX 打って終わりという感じで。まあ確かに。ジョニー選手は勝てなさそうですけど、川崎選手がどうやって勝つのかもこうなってくると、まあ、そうですね、ちょっとどの勝ち方を取ってくるのか、なんか見えない感じですね、暗いトンネルの中をさまよってる感じがします、はい、お互いに、はい、ただ川崎選手の手札の枚数やばいですね、はい、もうここからじゃもう見えないですね、何枚あるのか、20枚ぐらいありそうですけど、はい、でも35はなさそうな感じがしますけど。山も残り2枚とかじゃないですか、あれ
そうですね、このクラッシュアンパー多分2枚ですね。あ、まあまあまあ、さすがに3回なんでそろそろ裏が出ると。あ、でもまあこれでフルメルでエネルギーをトラッシュしていく。いや、これはもうなんかエネルギーの枚数がきついんじゃないですかね。だいぶトラッシュに送られてるんで、エネルギーリサイクル使った分も結構トラッシュされてますよね。あ、降参してもいいですかっていう発言が出て今確認取ってるみたいですね。あの予選の時は基本的にはタイムオーバーの後の投了って禁止されてはいるんですけど、ちょっと決勝で決着つけるゲームだとちょっと確認させてください。確かに、うん、決勝トーナメント2戦目の相手の方が延長入ってから投了されました、ね、はい、それは OK って言われてきました、はい、あ、じゃあちょっと確認して、もし可能であれば投了の中に。さっきの口ぶりからすると2戦目のなるほど相手の心を持って勝ったみたいな。なるほど、もうエネルギーないからきついっちゃきついですよね。OK ですか。OK だそうです。では投了で。あ、投了が認められました。川崎選手の勝利です。なんと決勝では経験済みと、はい、ダメ感を乗せずに勝つという。すごいですね。勝ち切れるんですね。予選はめちゃくちゃ早いだったんですが、すごい。これは見事な鋼でした。はい、戦い方が違うんです。ちょっと次の環境では炎が強くなりますけれど、このさっきと盤面に出てたヒロちゃんとマッシュムーンもルカリアンドメルメタルも炎弱点なので、もしかすると今だけの輝きかもしれない。この輝きを、はい、今回もリザードデッキもねいたと思うんですけれど、まあ、当たらなかったのかどうか。確かにそうですね、はい、決勝にはリザードもいました。トップ64にリザードいましたね。あ、一応いたんですまあでもフライパンとかも入ってるので弱点がなくなるから、はい、まあ、うまいことをいなせればなんとかなりそうみたいな、はい、一匹倒されても大丈夫って感じもしますね。はい、わかりました。あ、了解です。はい、時間のちょっと都合もありまして、勝った選手すぐ次の試合に移っていただきますので、惜しくも負けてしまった選手に、お話をお伺いします。はい、はい、じゃあこちらの方にお座りください。あ、マイクどうぞ。はい、というわけで今回は惜しかったですがどうでしょうか。いや、もうちょっとルカリオメルメタルはもう当たったら諦めようと思ったんで、はい、あ、もうそのちょっとベロマッシュを握る段階で当たったら仕方ないなと思って、はい、当たったら仕方ないなと思ってちょっとさすがに握ったなって感じですね。予選だとやっぱり一人も当たらなかったんですけど、あ、なるほど、ちょっと決勝でやっぱ長い時間使われるとあれはきついですね、はい、ちょっと無理かなと思っちゃったです。なるほど、いいですね。結構相手のデッキはああいう感じで動くっていうのはなんとなく分かったんですか。そうですね、はい、なんかいろいろシミュレーなんか頭の中で考えたんですけど、はい、どうやっても多分こっちのエネが先になくなって終わるなっていう。そうですね、エネルギーリサイクルありましたけれど、そうですね、なんかちょっとなんかもうなんか焼け石って感じでしたね、さすがに。いや、惜しかった感じでしたね、はい、向こうも結構満タンを切ったりとかしましたけれど、そうですね、アセローラーとルザミーネの動きが強かったです、ね、はい、ちょっと永遠に回されちゃったんで、はい、もうなんかどうしようもないな。頑張って5、6回ぐらい160点乗せてましたけど、はい、ね、全部回復されてました。本当になんか、はい、これがサイの瓦かって言いながらって感じでした。もうちょっと本当にちょっとなあれですね、結構しんどかったですね。修行のような感じもちょっと、そうですね。その前の試合とかではどうでしたか。そうですね、はい、結構なんだろう、ウルネクとか、はい、ピカゼクとかは、はい、結構なんか、まあ、じゃんけん勝つ気で来たんですけど、まあ、全部負けたんですけど、はい、じゃんけんは、はい、そうですね、意外となんか、こっちのあんまりなんかこっちの動きを知らない人とかも多くて、はい、なんかそこでうまく噛み合って勝てた試合とかも多くて、まあ、出てまだあんまり時間も経ってないカードですし、ね、そうですね、はい、例えばどういう動きが決まった感じですか。あ、やっぱりそうですね、はい、もうあれ例えばそのピカゼク相手とかだと、はい、先にジェットパンチで何点か入れておいてで、はい、結構ハチマキとかのエレガント装備で取りに行く流れが多いと思うんですけど、はい、ビーストブリンガーをつけるとあともう何でも取れるよ、取って勝てるようになるんで、ビーストブリンガーも入れてあるんですね。あ、そうですね、なるほど、ビーストブリンガーをうまく使うと、はい、そうですね、ビーストブリンガー入れると結構そのピカゼク戦も、はい、先手とか取れば楽になったりするんで、はい、って感じですかね。あとはなんかなんとか無人発電所で蓋してって感じですね。なるほど、なるほど、そういう動きをしていくんですね、はいはい、戦っていて他に辛かったデッキとかありましたか。フェロチマシブ、そうですね、新しいタイプ、はい、なんというか基本的にウルネクもなんか
結構ウルネックいけるとか言われて、はい、結構そういう話も聞くんですけど、はい、僕はすごい苦手で、はい、やっぱどこまで行ってもなんかすぐにフェロマッシが即倒されちゃうのがすごい、まあ、そう一撃で倒されるパワーが出ますね、はい、そうですね、あとピカゼクも結局後手行って番目からフルドライブとかされちゃうともうちょっともうどうにもならないなって言いながらって感じで、あの、まあ、うまくそうですね、あのピカゼクを避けながらウルネックを避けながらはい、ミラーがすごい今日あったんですけど、ミラーにすごい強い構築、はい、あのブリンガーが入ってるので、そこはミラーも意識したんですね、はい、そうですね、そうですね、ブリンガーが入ってるので相手がもうBSリングもレザーミニも使えなくなるので、はい、だからそこはすごいミラーを多く踏んで取れたなっていうところがありましたね。サイド3あのスキップすることでってことですよね、はい、そうですね、はい、サイド3スキップしてって感じです。それは確かに強そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。他になんかこう今回この1枚が決まったっていうカードは何かありましたか？いやそうですね、やっぱ今出てますけど、はい、ビーストブリンガーはやっぱり、はい、結構あの入れてる人と入れない人分かれると思うんですけど、結構入れるとあのミラーとかあのピカゼクとかにも意外と強く出れたりするので、うん、結構あの入れてもいいかなと思います。なるほど。フェローチェマッシの単体の構築だったんですか？そうですね、はい、4枚だけさせて走ってやってるやつですね。はい、わかりました。というわけで、はい、ジョニーさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。